Did you go to Nautilus for middle school? Oh, my goodness. Oh, my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. 皆さん、こんにちは。密着記録へようこそ。2015年6月30日、49歳のブース容疑者は保釈審理のため公判に出廷。彼は重犯罪者で、これまで強盗罪と逃走罪の疑いで逮捕された。裁判の始め頃、グレーザー裁判官はブースの様々な罪名を発表した際、ブースは無表情で平然とした顔をし、反省している様子が全くなかった。この時裁判官が突然このような質問をした。F15-13303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? 裁判官のグレーザーは目の前にいる容疑者が中学校の同級生と親友であることを思い出した。学生時代の友人である2人は約30年ぶりの再会となった。Oh my goodness! ブースも非常に驚き、そしてグレーザーの顔をよく見て、幼い頃の記憶がすぐによみがえった。Oh my goodness! I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness! その後、ブースは自分の気持ちを抑えきれなくなり、頭を抱えて大声で泣き出した。This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness! He was the best kid in middle school. I used to play football with him and all the kids. And look what has happened. I'm so sorry to see you. Oh my goodness!Mr. Booth, I hope you're able to change your ways. Good luck to you. Oh my goodness. What's sad is how old we've become. Oh my goodness. Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay and just lead a lawful life. ブースはマイアミビーチで生まれ、母親とケイフと暮らしていて、三人兄弟の長男である。幼い頃からブースは人並み外れた才能を見せてきた。彼はスペイン語を独学するほか、数学と科学の2つの授業で特に優秀な成績を収め、11歳の時マイアミビーチで偏差値が一番高い中学校に合格した。裁判官のグレーザーも当時この中学校に通っていた。グレーザーが法廷で言ったように、彼らはすぐ親友になり、一緒にサッカーをしたりしていた。その時ブースは神経科医になることを志していて、グレーザーは弁護士になりたいと思っていました。その後、2人ともマイアミビーチで偏差値が高い高校に合格。しかし2人の人生の軌跡はだんだん離れてしまった。高校3年生の時、ブースはギャンブルにはまり、ブースの家族によると当時彼は勉強する気が全くなかった。持っている財産を全てギャンブルにかけ、お金がなくなったらローンを組んでお金を借りた。最も早くお金を手に入れる方法は盗むことで、徐々にブースは悪の道に進め始めた。彼は高校から中退、18歳の時に窃盗罪で逮捕され、そして刑務所に入れられ、その後薬物依存症になった。1988年22歳のブースは侵入強盗罪と窃盗罪で禁錮20年の判決を言い渡された。同年、グレーザーはマイアミ大学で文学の学士号を取得。その後セントトーマス大学で法学を専攻し、2000年頃彼女は裁判官となった。ブースは10年間の服役後、32歳の時に仮釈放されたが、すぐに仮釈放条例違反で再逮捕された。ブースは過去の15年間ほとんど刑務所で過ごしてきたと言っても過言ではない。今回の出廷ではグレーザー裁判官はブースに$43,000の保釈金を提示したが、ブースの家族はその高額な金額を支払うことができないため、最終的にブースは1年の監禁と10年の執行猶予を言い渡された。30年ぶりに裁判官の同級生と再会したことで、ブースはついに自分の人生の軌跡を変えようと決意した。2016年わずか10ヶ月の服役を終えたブースは刑務所内での優れた行動が評価され、早期釈放された。釈放された当日、外で待っていたのは家族以外。当時彼に大きな励ましを与えたグレーザー裁判官もいた。But I'm not giving up on life. It's just a new leaf on life for me right now. If you had a judge who wanted to give him a chance, this is a group effort to see you succeed. Don't let us down. I won't. I promise not to. 失望させないことを約束すると、ブースはそう言った。また行動でみんなに示した。現在、
ブースは製薬会社にマネージャーとして勤めていて、彼は各地に出張し仕事に没頭している。同級生である2人は30年ぶりの再会で、ブース容疑者の人生を変えた。